さて、いよいよ最後のトピックということで、コンポーネントを共有するワークフロー、まあ、コンポーネント作ったのはいいけど、やっぱ他のチームメンバーにも使ってほしいとかあるかもしれないし、自分が別のプロジェクトでそういえばもう一回使いたいなとか、まあ、いろんな使い捨てという場合じゃないこともあると思うんで、まあ、その中でね、このライブラリを使った公開の仕方、共有の仕方と、それからその共有された、ライブラリに入っているボタンをどうやって配置していくのか、使っていくのかとか、まあ、そのあたりをこのトピック読んで学びます。はい、では早速いきましょうか。はい、お願いします。はい、はい、じゃあトピック4のフォルダーね、ワークショップギートのトピック4のステップ1、あ、これは自分で作ったやつじゃないね。あ、さっきのやつですかね。そうだね、もし自分で作ってない方はこのボタンコンポーネント XD をクラウドドキュメントにしてもらえればいいんですけど、さっき自分で作ったクラウド、それはローカルだからクラウドドキュメントを、クラウドドキュメントさっき作ったやつ、ちょっと適当なやつができちゃったな、ちょっと待ってくださいね。ですか。失礼しました、別ですね。そうそう、そう、これはトピック2で作ったボタンコンポーネント XD、クラウドドキュメントに保存されています。はい、ここがポイント。クラウドドキュメントにあるってことがポイント。で、これをまずライブラリーとして公開するのね。はい、で、どうやってやるのかというと、まずライブラリーパネル、左の下から、ね、ライブラリーパネルを開きます。で、ライブラリーパネルの一番上に、の右上に共有する的なアイコンがあるよね。こいつ。それそれ。こいつですね。そう、それを押すと、はい、公開ができる、もうね、公開ボタンがついてるよね。公開をしますよ。公開を押す。公開中。はい。で、これ誰かと共有したい場合はそこにメールアドレスと打ち込めばもう、共有できるんだけど、今回はしないんでエスケープで逃げてください。はい、で、共有ができました。で、OK。はい。いいよ、閉じて。そしたら、さっき作業していた XD ファイル、はい、戻っていい？さっき作業していたやつ、うん、コンプリート版出さないと。で、トピック3で作業していたこのファイルに、うんうん、今のボタンコンポーネントライブラリでもうすでに共有化されているので、要するに CC ライブラリ、はい、クリエイティブクラウドライブラリとして登録できちゃってるので、うん、そこから配置していきます。はい、なんでそんな面倒くさいやり方をするのかっていうと、まあ、さっきも言ったように、うん、そのボタンは他のプロジェクトでも使うかもしれない、他の人と共有するかもしれないって言った時はクラウドに置いといて、この作業ファイルとは、別の独立した状態で持っておく、管理しておくってことが結構いい場合もあるので、うん、まあ、今回はそのやり方を紹介するってことね。はい、で、ライブラリパネルを今開いている状態なんだけど、これってドキュメントアセットという状態ね。で、これは、うん、この今作業している XD ファイルのいろんなカラーとか文字スタイルとかコンポーネントがこう登録されてますよっていう、うん、そういうパネルなんだけど、その上にあるドキュメントアセットの左側の矢印、そう、そのちっちゃい矢印を押すと、今見てたドキュメントアセットの下に他の CC ライブラリーがリストで表示されるの。だからフォトショップとかイラストレーターとかプレミアとかいろんな他のアドビ製品で CC ライブラリーいっぱい持ってる人はそこの下にずらーっと並ぶはず。で、これの見える見えないの設定は CC ライブラリーって書いてあるラベルの右側にあるプラス、さっきのボタン、さっきのパネルが出るんだけど、ここでオンオフができるから、XD ではこのライブラリーいらないなと思ったら、バーッとオフにしていけばスッキリする。はい、うん。今回はだいぶ下にいっぱいあるんだよね。あるんだけど、いっぱいあります。他のプロジェクトのやつは全部オフにしてるから、スッキリとした見栄えになっていて。で、今 CC ライブラリーで公開したばっかりのボタンコンポーネントを選んでみよう。はい。はい、ね、自分で作ったやつが来てるよね。で、リスト表示するとこう。で、その中でコンポーネント、本当に自分で一から作ったコンポーネント、 CTA ボタンとプライマリーボタンがあるんだけど、スマートフォンの
一番減ったエリアに、その旅と道を楽しむ情報マガジンでキャンプ道具をジャラカンジャラって書いてあるテキストの右下の余白にここですね、CTA ボタンを配置しましょう。でレイヤーも、レイヤーパネルを開いて、タイトルセクションかな、タイトルセクションこちらに、配置できました、はい、じゃあ今度は気になる、ちょっと位置が、はい、さっき作業した、クリスマスセールのテキストも変わっちゃってるけど、そこの新しいショッピング体験あなたが欲しいなんちゃらかんちゃらのテキストの下にまた CTA ボタンを置いてみましょう。はい、 CTA ボタンここですね。あら、でこれは今何が起きたかっていうと画像の入れ替えが起きちゃったんで、なるほど、画像どっか別の場所に一回置いてから、こうですか。そうで、レイヤーをまた中に入れてあげてください、はい、これコンテンツなんでこの中ですかね、はい、で、そこでテキストをまた入れ替えます。購入するじゃなくてバーチャルストアを体験する。これもちゃんと元のコンポーネントが、あれなんだっけ、パディングを設定してるんで、ここでもちゃんとね、ラベルの量に応じて下の土台が伸びてきました。素晴らしい、とても便利、はい、まあ、こんな感じで繰り返すだけ、じゃあまたタブレットにも置いてみましょう。はい、同じやつでいいですか。同じやつでいいよ。じゃあこちらをコピーしてこっちにペーストと、で、オーバーライドしましょう。そう、テキストサイズを20かな、20、で上の、ヘッダーエリア付近にも購入するボタンを置くと、これはこっちからでいいですよね、はい、これ文字サイズこっちも20、20、はい、あ、さっきのは画像の入れ替えじゃなくてあれだ、コンポーネントの入れ替えが起きてるんだ。コンポーネントとコンポーネントでドラッグアウトしちゃったから、はい、はい、OK です。じゃあデスクトップも同じような作業なんだけど、30、テキストサイズ30で適当に置いてください、まあ、レイヤーはこの際どこでもいいかな、テキストサイズ30で位置はねちょっと気になるんでね、まあ、ライブラリからこうやってボタンを、いろんなページ、まあ、いろんなアートボードに展開してあげて、作業を進めていくんだけども、何かまたボタンに変更が入った時にこのやり方をしておくと嬉しいわけです、はい、はい、まあ、とりあえず30になったね、はい、OK です。で今回は XE のプロジェクトファイル、この1個、うん、このワンファイルでやってるけど、実は他にも別の XE ファイルがあったり、うんうん、他の人がまあさっきも言ってるように作業 してるかもしれない。でこの同じボタンを使ってる、使いたい場合があるかもしれないと、うんうん、同じボタンコンポーネントだけど、もしこの中にメインコンポーネントを置いてたら それを共有することって、まあやり方はあるんだけども、なんかこのプロジェクトに依存したボタンになっちゃうよね、うん、ああいうボタンっていうのはなんかそのプロジェクトに依存、もしくはその作業ファイルに依存しない状態で管理しておいた方が、柔軟性がある、うん、でだけど別のファイルに置いてあるってことは変更をどうやってしていいのと、これインスタンスだから、もしあの青いボタンを オレンジに変えてってなった時、うんうんうん、しかも一斉に全ページ変えてると、全プロジェクトをオレンジにしてくれ、 CTA は AB テストの結果青じゃなくてオレンジの方が2倍売れたんでオレンジにしたいんだけどってマーケティングの人に言われましたと、はい、したらデザイナーは、配置した数が膨大なんで無理っすとは言えないわけですよね。じゃあ
どうするかっていうと、はい、ライブラリーで共有されてるんだから、はい、その CC ライブラリーの大元を編集してあげればいいわけだと、うん、で大元はどこにあるのかっていうと、まあそうね、それ右クリックして、元のドキュメントでメインを編集と、はい、おこれアクセス権がある人もしくはクラウドドキュメントで このファイルに招待されている人はこうやってたどり着けて編集ができる、うん、で、まあ、今回は東子さん一人二役なんで、はい、そうですね、大丈夫なんだよね、変えますね色を、はい、じゃオレンジにします。あ、文字でした背景だけ、背景だけ選んで、それオレンジ、うん、感じですかね。はい、でなんか今下に出てるよね、はい、今すぐ更新と、そうね、まあいい、押して、じゃあ押します。謎の青い帯が出てきて、今すぐ更新ってボタンをなんか押さなきゃいけないんじゃないだろうかって、あと押しました押しましたじゃあさっきのデザインファイルに行ってみよう。はい、なんかまず左側、まあ落ち着こう、まず左側の下にライブラリーパネルのアイコンの横に青い丸がついてるよね、はい、これですね。これは何か起きてるに違いないっていう、何か通知が来てます。アップデートがありますと、アップデートがありますと。で、どこにアップデートがあるんだと、はい、上のこのライブラリーパネルの上にあるボタンコンポーネントって書いてある名前の横の矢印で一回リストに戻りましょう、はい、ほらドキュメントアセットってところに通知が、お知らせが来てます、はい、ドキュメントアセット開く、うん、でドキュメントアセットってのはさっき言ったようにこの作業ファイルのいろんなコンポーネントとかカラーをなんだ登録している場所だと、うん、でその中見てみると CTA ボタンのところに青い背景の鎖が出てて、マウスオーバーすると、うん、編集後の色に、そう、編集後の世界が見える、ね、マウスオーバーするだけで、でその青いところをクリックすると適用になる、適用されました。これでいっぺんに全部変わった。上のボタンも変わってるでしょ。あのヘッダーエリアのこれ購入する、そうそう、ちょっとなんか色くすんでない、このオレンジ大丈夫ですか、これで売り上げ伸びるんですかもう一回編集しないとっていうふうになっても大丈夫。そうな、まあ、ちょっと試し戻って、はい、こいつこちら、はい、でコマンド Z で元の色に戻してみようか、はい、でまた色を、戻るだけ、はい、で今ちょっと画面を下のが出てない、それ押さないでね、今すぐ腰押さないでね、これうっかりあートーストって言うんだけど、あのトーストが下がっちゃったと、はい、あれもう一回どうやって出すんだよと、うん、どうやって更新をお知らせすればいいのかと思った時はご安心ください。ライブラリパネルの上の方になんかまた青いポッチついてるよね。こいつ。そう、それを押す。そうするとさっきまでそこ更新ボタンなかったの、うんうんうん、それが変更が入ったから、このファイル CC ライブラリを購読している皆さんにお知らせしなきゃと思って更新ボタンを用意してくれたので、うんうん、そこをプチッと押すとその CC ライブラリを使っている皆さんにお知らせがいって、うんうんうん、でさっきの作業ファイル行くとお知らせが来て元に戻せる、でまた適用すれば青に戻すという感じね、はい、なのでこんな感じで皆さんは、もし複数人数もしくはちょっと大掛かりなプロジェクトになっちゃいそうだなと思ったら別ファイルで用意してクラウドドキュメントで保存して、そして、ライブラリとして公開をして、で東子さんご招待とか、はい、誰々ご招待みたいにしてあげることで、うん、いろんな人にこうその自分が作ったコンポーネントを提供できると、うん、そういう感じです、まあ、この考え方はデザインシステムと言うんだけど、うん、ちょっとこの残り時間で語れるほどデザインシステムが甘くないのでまあ要するにそのいろんなスタイルガイドみたいなもので、統一したスタイルをみんなで共有して使うことでもうちぐはぐなウェブサイトができない、もう統一感のあるウェブサイトを作ろう、しかも簡単に、うん、
どっかのページだけまだオレンジのボタン残ってたんだけどとか、マーケティングの人からなんか言われるとか嫌でしょ。ここでちゃんとこうやって適用して、でデザインデータとしてそれをエンジニアさんに渡すことで、ちゃんと事故は防げるとかね、そういうことができます。はい、作業はここまでとなります。はい、でですね、ちょっとご紹介したいのがこちらのページ、ちょっとご覧ください。皆さんこのページ英語だからあんまり見たことある人多くないかもしれませんが、 letsxd.com という、アメリカ本社の Adobe の本社のエヴァンジェリスト、 XD のエヴァンジェリストが更新しているページなんですが、ここフリービーズってところに行くとですね、まあ、他のところもいろいろ面白いのがあるんですけど、結構ね面白い XD ファイルがダウンロードできます。このアニメーションが Netflix のアニメーション、わー、これ XD とかなんか動いてるのとか BB とか可愛いよね。この BB とかでもダウンロードして自分のところに貼り付けて使えるからね、面白い、うん、で今日ご紹介したいのはここ、100コンポーネンツ、200以上のステートでこれダウンロードナウってやるとこんな感じでダウンロードしました。で、まあ、ステートは今日本当に簡単なものしかご紹介しませんでしたけど、これでステートってどんなことができるんだっていうのが分かります。デスクトッププレビューでちょっとやってみましょう。これもすごいシンプルなやつね。なんか楽しいよね。めっちゃ見るやつじゃないですか。めっちゃ見るやつだよね。あ、なるほど、こうやってできてるんですね。でこれ動きがほら、あったりとか、これとか気持ちいいよね。追加とか編集とかもそうだし、こういう効果とか。でこれは XE ファイルなので、どうやって作られてるのかもちろん中見れば分かります。なので今日実はステートをもっと聞きたかったんだよなっていう方がもしいたら、これを紐解いてみるのもいいかもしれません。何しろ100個のコンポーネントと200以上のステートがありますから、すごい、これだけで年を越せますね年内はもう大丈夫という感じで、まあ、他にもいっぱいあるんで、アニメーションもっと知りたいとかね、もういっぱいいろんなニーズがあると思いますので、これはすごいな、はい、LetsXD のフリービーズってとこですね、はい、さて結構あっという間に2時間経っちゃったんだけども、ちょっと最後のポールを見てみましょうかね。皆さんの現在の視聴環境を教えてくださいということだったんだけど、圧倒的にパソコンですね。まあ、画面広げて、ひょっとしたら XD 広げてちょっとやってくれてる人もいるのかなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。で最後質問はどうでしょう、湯口さん。はい、結構やっぱりいただいていまして、はい、画面で一つだけ見せたいのがあるので画面いただいてもいいですか。はい、ちょっと、すみません、拡大のツールを入れてないので見づらいのですが、質問として、共有されたコンポーネントが更新されていることを確認するにはドキュメントアセットパネルを開く以外ないのでしょうかっていう質問をいただいています、うん。で画面出てるように、もし使用しているドキュメントアセットの方で変化があった場合は、左側のバーの下の方のブロックですね、ライブラリパネルのアイコンのところに必ずマークがつきます。青いマーク、青いポチですね、これがついていたらクリックしてあげて、今回の場合は色は変わったよっていう通知なんですが、この形で先ほどやっていたようにプレビューすることができます。なのでリンクされていればコンポーネント以外でも全て通知が出ますので安心して使っていけます。あとはですね、私もちょっと制限がかかること使ったことはないんですけど、ライブラリの使用には何か制限がありますか。数とかデータサイズなどって書いています。
で、こちらの方も CC ライブラリの制限でもあるのでちょっと調べてみたんですけど、共同作業を編集対象にできる方ですね。このドキュメントにしても公開するときに編集メンバーっていうのを追加できて、編集可能って閲覧のみを選べるんですけど、その区別なく1000人まで、すごい巨大なプロジェクトで楽しみになっちゃいますけど、あとはファイルサイズが1ギガまでという制限があるようです。あとですね、この CC ライブラリ上でコンポーネントを消してしまった時の表示ですね。今こちらのボタンコンポーネントアセットパネル上で存在していて、7インスタンスあるって状態なんですけど、ここでボタンパネル、ボタンコンポーネントを消してみます。で、削除してしまうとコンポーネントが消えてしまうので、先ほどコンポーネントだったものっていうのは全てグループに変わってしまいます。で、もしこちらで消してしまったとしても、リンクされているコンポーネントの場合には元があるので復活させられるんですけど、一回コンポーネント上から、あ、ドキュメント上から削除してしまうとグループになってそれからは復活させられないので、削除するときはかなり注意しながら、いくつインスタンスがあるよっていうのを確認しながら削除すると良いと思います。こちらぐらいです。でいただいた質問は全部回答をつけていますので、今一生懸命こうQ&A とかで見ていただくといいと思います。はい、ありがとうございます。ですね、皆さんにアンケートという感じでお答えいただいてたんですけど、実は今回ちょっともう一個クイズやってみようかなと思ったんですけど、新機能すぎて僕が追いつけてなくてですね、今もう残りてか時間オーバーしてますけど、試しに今、xetrail.com/live のページに、クイズポールのところですね、さっき皆さんアンケート答えてくれてたポールのところにクイズ、まあ、英語で join the quiz って書いてあります。これちょっと僕の画面映してもらっていいですか。はい、これです。 join the quiz ってところに、まあ、なんか名前を入れてですね、適当でいいですよ。で、よってやるとなんか問題が出てきます。ステートを追加可能なものを一つ選択してください。で、これちょっと用意した問題を見て僕がハッとしたんですけど、この解説をしたっけと思って授業に出てこないものがテストに出てくるパターンですね完全に応用編じゃないですか、はい、縮図ですね、縮図。まあ、もしご存知の方は、まあ、分からなかったとしてもですね、これ正解は一つだけなんで、まあ、多分勘でいけると思いますけども、もしよかったら答えてみてください。答えてみよう。私も答えました。これ間違ってたらちょっと恥ずかしいやつ、うん、という感じで、さて、お、皆さん分かってますね。分かった分かった、はい、まだ答えてない人がいるかもしれませんが、正解はメインコンポーネントです。インスタンスにはステートを追加できません。まあ、ちょ井口さんの解説にあったかな、そういえば、もし付けたか、もし、インスタンスにステートが必要だなと思ったらメインコンポーネントに行ってください。メインコンポーネントでステートを追加できます。はい、お、正解が、正解率が一気に上がった答え聞いちゃったからな、ね、はい、さて、無事に終わりましたね。4回目のキャンプも終わってコンポーネントもやっちゃいました。はい、はい、まあ、これで
XE なんか触るときコンポーネント使ってみようかなときになれるよね、うんうん、きっとね。そうですね、そんなにだいぶ分かりやすかったと思います。私初心者ですから毛嫌いしなくてもなんかいけそうじゃみたいな感じだと思うんで、複雑なコンポーネントになってくるとまた別の悩みが出てくると思うんですが、今日はあくまでも入門編ということにしたので、よりコンポーネントもっともっと知りたいんだよねっていう方はですね、ちょっとその辺なんだろう、ご要望を聞きたいなと思います。で、いつもね番組の終わりにアンケート、番組どうでしたかとか、今後どんなの見たいですかみたいなアンケートを、ご協力いただいてるんですね。でそれが、後でまたメールでも出すと思うんですけれども、おや準備ができてない、 ありました、はい、こちらです。こちらのアンケートにもしよかったらご協力ください。また、メールでも一斉に配信すると思いますけど同じアンケートになります。これで、今回の番組の感想とか、それから今後こういうの聞きたいんだよとか、そういうご要望をぜひ、参考にしたいので教えてください。それから一つ、謝らなきゃいけないことがありまして、事前に配信したメールに今日のワークショップキットのダウンロードリンクがあったんですけど、古いリンクだったと、前回のリンクを送ってしまったようなので、ただですね、冒頭にもお伝えしましたように xetrail.com/live のページの下のボタン、もしくは xetrail.com の、キットとリソースのページのところにちゃんとダウンロードボタンありますので、そちらから、ダウンロードしてまた復習に使うなりしてみてください。はい、というわけで湯口さん、今日もリアルタイムで回答しつつ回答用の XE を用意するという離れ技をありがとうございました。さすがですね、はい、助かりました。ありがとうございます。すごいじゃん。でも今日はすごく回答しやすかったです。あ、そうですか。これ中級編とか上級編やったらもう大変なことになると思いますけど、はい、まだ入門編ということで、無事に終わってよかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さて、じゃあまたちょっと次回はね、年内じゃなくて年を越すかもしれないんで、2020年はこれでヘアキャンは終わるかもしれませんけども、皆さん XE のこの今ヘアキャンの XE トレイのヘアキャンもアーカイブ残りますので、ぜひ復習するなり、いろいろ活用してください。じゃあ今日のキャンプは撤収しますか。はい、それでは撤収。